あーカットソー欲しいけどなかなかいいのがないな ZOZO だとなんだかんだちょっとするんだよなーうーんなんか誰か何でも使えて、まあ、快適で春夏に使えるいい長袖のカットソー誰か教えてくんないかなーと思ってるそこのあなた大丈夫今日はユニクロの歴史的傑作ロンティーを花粉症の MB がお届けします。 はい今日はですねユニクロのエアリズムコットン UV カットクルーネックティー長袖1990円こちらを紹介させていただきます過去 MB チャンネルでですねおそらく最多出演なんじゃないかなっていうぐらい紹介し続けてるんですけれども今年もおすすめのロン T ということで紹介させていただきます、まあ、色展開だったりとか仕様だったり値段だったりとかまあ年によってちょっとシーズンによってこのユニクロの定番アイテムですけれども結構コロコロ変わってはいるんです ので、えー、その辺も整理してお伝えしようと思います最後までぜひご覧になってくださいはい、えー、私毎週日曜日 MV アイテム自分のオリジナルブランドのアイテムを毎週日曜日必ず発売しております花粉症にも負けずにやっておりますのでぜひよかったら概要欄の方に MV アイテムストアの URL 貼ってありますので1回チェックしてみてくださいよろしくお願いしますそれでは本編行ってみましょうまずポイント1つ目何回目の追加生産ユニクロ春夏カットソーの歴史的傑作 ということですね。えー、まあ、改めてこのユニクロの歴史的傑作エアリズムコットン uv カットクルーネック t シャツ長袖解説していきましょう、えー、まず素材なんですけれども、も、えー、エアリズムコットンという名前が付いている通り、エアリズム糸とコットン糸を混ぜたものを使っています。で、これが表側にコットン素材の糸が出るようになっていて、裏側にはエアリズム糸が出るようになっているのが大きな特徴です。まあ、これが。 エアリズムコットン単純に商品名がエアリズムじゃなくてエアリズムコットンってついてるものは大概こういう仕様がしてあるんですけれども表から見ると通常のコットンなのでエアリズムみたいなテカテカした風合いがなくてですね普通に外着用の、まあ、エアリズムって肌着じゃないですか。 肌着じゃなくて普通に外着用の T シャツとして見えるけど内側はエアリズム糸が出てるのでしっかりエアリズムの接触冷感性だったりとか糖質、まあ、性だったり通気性だったりっていうのが体感できるという仕様になっていますで、えー、UV カットって名前が付いている通り、まあ、接触冷感って今言いましたけどもそれ以外にも紫外線ケアも入ってるので、まあ、紫外線を防いでくれる効果があって、まあ、高機能素材といっても間違いないと思いますで値段がやっぱ激安ですねエアリズムコットンっていう そのすごく難しいことをしている。まあ独自開発の素材で難しいことをしているのにで風合いもすごく綺麗なんですね。滑らかで光沢感があって綺麗なのに。 1990円で実はこれ値上がりしてるんですよね一番初めに発売された時ってこれ1,500円だったんですけど去年ぐらいから1,990円,、えーまあ、19円になったので実に500円ぐらい値上がりしてるんですねまあ1,500円の500円値上がりだから割合で考えたら相当値上げ率高いと思うんですけど正直ですね1,990円でも全然納得です。あの本当に あのこういう言い方すると良くないですけど、あえて言いますけど、ゾゾで5倍ぐらいの価格で売られてるカットソーでも多分これ勝てると思います。もうそのぐらいのクオリティです。まあもちろんカットソーってすごくいろんな考え方がもちろんあってね。えー、例えばそのもうちょっと厚手がいいとか、これエアリズムコットンって言ってるだけあってどちらかというと夏向けのロンティなんですよ。ロンティって一口に言うけど結構本当にいろいろ幅があって。 例えば今ぐらいの時期2月とか3月とかに着るロンティーってちょっと肉感があるものとかスウェットに近い風合いのものの方が好まれるじゃないですか4月とか5月に着るロンティーってもう結構本当と夏物に近いようなサラッとした風合いの薄手の素材の方が好まれたりするじゃないでロンティーって比で言うともと結構いろんな幅があるわけですよ生地だけにしてみてもねでこのエアリズムコットンロンティーは T シャツはどちらかというと夏向けなわけですね かなり涼しいいい素材感ですごい薄いんですすご薄んよだから今の時期に3月とかにパッと着て使えるかって言われると、まあ、もちろんインナーとしては使えるけど今1枚で着るんだったら GU とかでやってたりとかそれこそ ZO とかでよく出てるようなスウェットのロンティーとかのスウェット風のロンティーの方が断然使えると思うので、まあ、どれがいいか悪いかっていうのはすごく難しい話なんですけどただ素材感の,その高級感だったりとか。 そのやってることエアリズムの,そのコットンで糸でその表と裏で出るのか違うとかそういうのをいろいろ考えた時にまたはサイズ感だったりとか仕様だったりとかそういうのを考えた時にまあ風合いも完璧だしまあサイズ感に関しては今サイズ感もいいって言ったけどあとでちょっと説明するんですけどサイズ感はできればサイズアップした方がいいと思うんですけどその辺はあとで説明しますけどネックの の開きだったりとかも完璧だしあとは耐久性ですねこういうエアリズム系の T シャツって割と耐久性低くて洗濯機でガラガラ洗うともう2回ぐらい洗うともう首伸びちゃったりだとかヘビーに使うことをあんまり想定してないかまあ毎シーズン買い替えろっていうことなのかわかんないけどそういうのが多いんだけどこの アテに関ししては結構長持ちします薄い素材なのでやっぱりこうずっと使っていくと2年ぐらい使っていくと生地が痩せてってちょっとかっこ悪くなっちゃうので、まあ、2年は2年使ったら買い替えた方がいいかなと僕は思ってるけど結構ヘビーに使う僕,僕かなりこの T シャツ気に入って毎年必ず買ってる毎年必ず使ってるんですけど1年間、まあ、僕インナーとして冬とかでも使っちゃうんだけどあのニットの中に入れたりね。 そういう本,当に本当に言葉通りの肌着とかとしても使っちゃうんだけどガツガツ使っても全然そんなになんかこう耐久性低いなとは思わなかったので。 1990円になったからといってなんかちょっとこう値上げして嫌だなっていう感じは正直あんまりないです。逆にユニクロさんよく今までここ,こまで1500円で頑張ってきたねって言ってあげたいぐらいなので、まあ、1990円妥当な金額なんじゃないのかなという風に思います。さあデザインのポイントなんですけれども基本的にはまシンプルなデザインですね。もう正直何でもない感じだと思います。特に何があるかって言われるとまあ、特に何にもないデザインなんですよね。でもこういうデザインの T シャツがまあ一枚はないと。 ちょっときついじゃないですかシーズンに、まあ、デザイン T シャツとか で今はブランドがい,ろいっぱい出してるけどなんだかんだこのデザインのないシンプルなものでサイズ感と素材だけがいいっていうのがメンズの中では一番好まれると思うので、まあ、そういった意味ではこのスタンダードなデザインっていうのが非常にいいのかなというふうに思っていますでスタンダードなデザインって言うけど、まあ、実はいろいろあってこういうバインダーの太さ細さがどうなってるかとかショルダーのこのサイズ感がどうなってるかとかこういうので実はトレンド感ってかなり出ちゃうんですねでこののユニクロのあのエアリズムコットンは バインダー結構細く作ってあって割と上品な印象なんですよ。ねこれがもっと例えばユナイテッドアスレとかヘインズとかまあ,ああいうちょっとワーク系のデザインのシンプルカットソーブランドとかだともっっとバインダー太かったりすするんですよねそうするともうちょっとワークっぽい印象になってカジュアルっぽい印象になっていかにも量販転換が出ちゃったりするんですけどユニクロは比較的上品に作ってくれてますしショルダーのサイズ感もですね肩幅少し広めにして落ちてる印象になってるのでこの辺もトレンド感し しっかりあの踏襲してるからただのロンティーではなくてこういう細かいところもちゃんと拾ってあるのでブランド物に見える顔つきにちゃんとなってますで、これが結構ファッション初心者陥りがちでなんか ZOZO とかあの例えばユナイテッドアローズとかでもいいんだけどアローズとかで1万円ぐらいでこういうシンプルなロンティー行々しく飾ってあるじゃないで、それ見て で試着もしないで、えー、こんなロンティー別にマックハウスとかしまむらとかで売ってるからそれでいいじゃんって言ってしまむらとかで500円の T シャツとか買ってくるんだけどやっぱりしまむらの T シャツが別に悪いわけでもないしマックハウスの T シャツが別に悪いわけでもないんだけどスタンに ードな T シャツとちゃんとトレンド盛り込んで作り込んでる T シャツってやっぱり値段の差って結構あると思うんですよ、まあ、ユニクロの中でもこいつじゃなくて他のアイテムだともうそういうアイテムありますよいかにも量販店っぽいただの T シャツみたいなのたくさんあるけどこういう細かいところで結構差が出るんですよ。素材感とかだけじゃなくてこういうバインダーの太さショルダーの広さあとはこのアイテム、えー、とこのスリットとかね 裾のスリットとかまあ、こういうところで割とこう。今っぽさだったりとかブランド感っていうのが結構出てくるので、やっぱりアローズの t シャツって飾ってあって1万円するぐらいちゃんとやっぱ雰囲気は出るんだよね。だから t シャツなんて別に何でもここまでシンプルなものだったら何でも一緒でしょ？って思う人は洋服試着すると絶対誰でも分かります。なのでそそういう意味も込めてですね。この辺のアイテムこの？ エアリズムコットンの T シャツってすごくこう作り込んでいてそれこそそのアローズがこうギョギョしく飾ってる T シャツと比べても見劣りするようなことがあまりないので僕はおすすめしたいなというふうに思っています、まあ、さっきも言った通りだけど、まあ、何でもない分トップスとしても使えるしインナーとしても使えるので非常にその使い勝手はすごくいいと思います。でデザインのポイントとしてポケットがないのが結構珍しいと思いますね。 ロン T ってだいたいユニクロもそうだし量販店系みんなそうですけどポケットつけたがるんですよね肌着に見せないようにポケットつけるのが普通なんですけどあのこれほん当にそのみんな言うことで量販店のデザイナーさんとかみんな言ってますけどあのポケットつけなないいと売れないんですなんで売れないかっていうと本当さっき言ったというか肌着に見えちゃう肌着に見えるからちょっと嫌だなって思って買わない人がたくさんいるんですって。 だから正直僕とかもポケティよりポケットない T シャツの方が絶対かっこよくないとかって思うんですよまあアメリカンカジュアルのスタイリングするときにポケティの方がいいとかってなんとなくあるけどワークのスタイリングするときにとかはあるけど普通にこういうスタンダードな T シャツだったらポケットない方がかっこいいと思うのねでもポケットつけちゃうのよ売れないから でこれじゃあなんでこれはつけてないかっていうとそのぐらい素材感が肌着に見えないからですよあのユニクロがやっぱポケットつけた方が売れるロン T ってポケットつけるもんだってユニクロ U の定番もずっとポケットつけてるしロン T ってポケットつけないとなかなか響かないもんなんだけどそれでもつけないのはこれもう肌着に見えない風合いだからですよもう肌着じゃないんですこれもうこの滑らかさがこの素材の風合いシルキータッチな風合いで しっかりその一枚着としておしゃれなプロンティーとして主張してくれるからポケットつけなくてもこれはわかるでしょっていうユニクロの自信の表れでもあると思いますさあ続いて素材のポイントですね素材のポイントなんですけれども先ほど言った通りですね表と裏で素材感が違うっていうところなんですけど、まあ、機能性と美しさを両立した素材ということができると思いますで耐久性も高くて洗ってもそんなに光沢感変わらないです。あの光沢のあるる T シャツっってあの水通しすととちょっと表 が変わっちゃう光沢感が消えちゃうっていう T シャツも結構あるんですけれどもこれに関してはですねあんまり光沢感消えないです水通しして洗っても別に全然光沢が減ったなっていう感覚は特にないのでえガン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 心配せずに洗って使えるんじゃないのかなというふうに思いますで袖なんですけれどもこのリブ使いの部分、まあ、これも素材ですけれどもリブの部分がですね結構考えられていて。 ここの袖先のリブがキュッと細くなってるとちょっとダサっぽく見えるんですよ。ダサっぽいというかカジュアルっぽく見えるんですよね腕が短く見えるというかでもあんまりこれが甘すぎてもなんかこうのねだから甘すぎずきつすぎずっていうのがあのこの袖のロン T の袖のいいところだと思うんですけど僕このエアリズムコットン UV カットクルネックティーの,のこのリブの甘さ これ理想だと思いますね袖めくった時にもちゃんと止まってくれるし下ろした時にも別にきつすぎないこのバランスって実は意外と難しいんですよねリブのこのフィット感って。 でこのリブ自体もですね結構細かいリブ仕様になっていてあんまりそのカジュアルなワークっぽい印象にもなってないですしリブ一つとってもかなり作り込んでるのがよくわかると思いますさあシルエットのポイントはいかがでしょうかシルエットのポイントなんですけどまあ、非常にプレーンなシルエットですまあまあ普通のシルエットというかまあ、ちょっと程よくリラックス感があるぐらいのロン T になっていると思います、まあ、肩がちょっとゆったりしていて、えー、丈がほんの少し長くて でも袖はそんなダボダボしてなくてっていうバランスが非常に取れてるシルエットだと思うんですけどこれをもうちょっと今っぽくするんだったら僕は過去何度も言ってますけどこのアイテムで着てます僕正直このカットソー 4XL 以外だとまあ 4XL がない時は 3XL ぐらいできるけど大体僕 3XL4XL で着てます 4XL で着るとこんな感じなんか 4XL で着るとお相撲さんみたいなこうでっかい 深いシルエットになるんじゃないか、めちゃくちゃ変になるんじゃないかって思う人もいると思うんですけど、実際見てみると全然そんなことないでしょ自然でしょこれね、最新しっかり見てみると、4XL、このアイテムの 4XL って、いわゆるその東京のデザイナーズブランド、例えばオーラリーとかコモリとか、まあ、あの辺の L ぐらいのサイズ感なんですよ、まあ、もちろん全部が全部同じじゃないけどなんとなくのシルエット感肩幅だったりとか着丈感だったりとかって正直その東京デザイナーズの L サイズぐらいなんで。 今のトレンド感っぽい着こえき方をするんであればこれかなりオーバーサイズにしてあげた方がいいと思いますでかなりオーバーサイズにしても所詮ユニクロなんでこのぐらいにしかダボダボならないんですよこれねあの袖もそこまでもともと太くないし着丈もそんなにすっごい長いわけじゃないんで 4XL にしても意外とバランス取れますで逆に 4XL にするとこれ本当に僕よく言われるんだけどそれどこのですかどこのカットソーですかって言われるけどユニクロっていうと結構びっくりされる、ね、大体みんだ 「まあエイトン」かと思いましたエイトンって東京ブランドのすごくいいカットソーブランドありますけど「エイトン」かと思いましたとか、まあ、割と言われるんですけど本当に言われるんですけどそのぐらいのサイズ感になってくれるんですよ今のトレンド感の。だから、あのー、特にそういうトレンドデザイン別に追っかけてるわけじゃなくてただ単純にそこそこ綺麗に見えるカットソーがいいって思ってるんだったら別にいつもの自分が選ぶサイズ感のただワンサイズ上ぐらいは選んだ方がいいと思います。僕も普段ユニクロって L ササイイズズででハマるぐらいなんですけどワンサイズ上げて XL がこのカットソーだと僕はちょうどよくハマりますあの少しゆとりがあるぐらいでただもっともっとデザイナーズブランドっぽくもっとかっこよくもっと今っぽく見せたいんであればトレンド感っぽく見せたいんであれば今の東京デザイナーズっぽく見せたいんであれば 4XL 3XL ととかぐらいいいいをチャレンジしてみてみもいいと思います僕が 175cm66kg で 4xl でこのぐらいだから。 決してダブダブってダダっわけじゃないですよ、ね、でまあ多分ねあの僕よりもうちょっと身長が高くてもうちょっと体格が大きい方でも 4XL 全然 OK だと思うし逆にもうちょっとちっちゃい人は、まあ、ワンサイズ落として 3XL とか、まあ、そのぐらいのバランスで考えてもらっても全然大丈夫だと思います本当にね 4XL 多分初めて袖通した人この,このアイテムの 4XL 初めて袖通した人は結構びっくりすると思います。あ本当にに確かに言っってるる通りブランドっぽくな,るな っていうのは生地感変わるじゃないですか生地の面積が変わるじゃないでそうするとドレープが出るんですよねあの余,った生地余った布が布の余りが出るわけじゃない 4XL って僕の体からするとちょっと大きいわけだから布の余りが出てその布余りがこの光沢感を強く出してくれるんですよ女の子のドレスみたいにそうするとまた高級感が出てくれるあとはネックもありますね ネックがやっぱり少し開いてた方が僕好きなんですよ色っぽくてちょっと首元がこう見えるような鎖骨がほんのちょっとだけ鎖骨の先が見えるようなあの雰囲気がすごく好きなので 4XL にするとネックも同時に広がってくれるのでネック広がってくれるとちょっとセクシーな印象になってくれますだからあの黒のねこのカットソーとかを 4XL とかできるとすっごい雰囲気が出るのでおすすめでございます最後サイズ感についてですけどこれはもうしゃべっちゃいましたね 175cm66kg で 4XL を僕は着用していますし推奨していますまあでも怖いという人は XL 着用でもいいとは思います最後おすすめのカラーなんですけれども、えー、黒とか白とか こっちの無彩色系がおすすすめです今回6色買ってきたんですけれども展開色も、えー、と6色かななんかこれ昨年のものと混ざってるから今年の展開色がどれなのかっていうのがちょっと通販だと分かりにくいんですけど一応ね6色だと思うんだよね。ブルーカラーとブ,ブルルーーーーカカララとの2色が あるんですけどこれ多分去年の色だと思うんですよね,ね去年のものなのか今年のものなのか分かりにくいんでユニクロさんこれ何とかしてほしいんですけど、まあ、今回6色買ってきたんですがやっぱり色物はちょっとだけちょっとだけユニクロ感出るとは思いますあの全然いい色なんですけどあの嫌いじゃないんですよ僕このパープルカラーとか結構好きなんですけど、まあ、多分どっちが高級感あるかって言われたらやっぱりこっち側だと思います。あの色が入ってない方 こういうい黒とか白とかか白もしくはちょっと色入れるんだったらこういうグレーカラーとかだと本当にこにブランド品と比べてもほとんど差がなくて分からないと思うんですがこっちになるとちょっとだけ安っぽさというかさすがにこのエアリズムコットンの表に使っているコットン糸も。 別にシーアイランドコットンじゃないしスーピンは使ってるわけじゃないしギザ使ってるわけでもないので高級コットン糸とはいえデザイナーズブランンドとととかが使っってるるるるコットン糸糸比べるとやっぱり劣でではあるんですよだからその発色にも限界があってパープルとかこういうグリーン系とかブルー系とかいい色ではあるんだけど若干やっぱりユニクロ感は出ちゃうので。 あの悪いとは全然思わないけどより高級感のあるものをってより外れのないものをって思うんだったら最初は多分この4色のうちのどっかから攻めてあげた方がいいんじゃないのかなというふうには思っています。ま、はい、まとめますす今回のエアリズムコッッットトン UV カククルーネック T ですけれども 90点とささせてくださいシンプルだけどこれ以上のものがないと言っていいぐらいいいアイテムだと思いますがもうちょっとですねユニクロさんできればこれもう展開始めてから3年目ぐらいだと思うのでもうちょっとあの大胆なアップデートが欲しいなと個人的には思っています。例えば、えー、となんかかね色味もっとと全然違うの出すとか なんか誰かとコラボでユニクロ U とか JW とかとコラボでこれの,あのクレイジーパターンやってくれるとかなんかそういうのもちょっと期待して。 期待を込めててですね90点とさせていたただきましぜひよかったら参考にしてみてくださいでも本当にこれからの時期のロンティーは正直もう本当に僕あの全然服買をお金がなかったらとりあえずこれだけで戦うと思いますもうそのぐらいいいアイテムだと思いますのでぜひよかったらチェックしてみてくださいはいというわけで、えー、こんな感じ今日はこんな感じですえー u t u b e メンバーシップ僕やってますメンバーシップではユニクロ GU 以外の話さらに突っ込んだディープなブランドの話だったりとかえー 食の歴史の話、ファッションを専門的に学べるチャンネルとなっております、えー。花粉症の方も花粉症じゃない方もですね、ぜひ登録してみてください。概要欄の方、メンバーになるボタンで登録できます。またお会いしましょう。MB でした。バイバイ。